西富士宮駅は、静岡県富士宮市、木船町にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。駅番号は、CC07。西富士宮駅は、富士宮市の中心市街地の西端に位置し、1日、あたり約1200人の乗車客がある、有人駅である。普通列車のみの停車駅であり、富士宮市と富士市を結ぶ、区間列車の富士の宮市側の起点。 終点であるためあたり駅止まりの列車が多く、当駅からみ延ぶ、甲府方面へ向かう列車が減少する。1927年に、私鉄の富士見の鉄道によって開設された、大宮西町駅を前身とする。富士見の鉄道が国有化された後現在の駅名に、改称、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の運営に移っている。 国鉄時代、身延線には急行、富士川が運行されており、当駅は、その停車駅の一つであったが、JR 移行後の1995年10月1日に、富士川が特急に格上げされると、当駅は、停車駅から外れた。とか等の IC カードは当駅なのみ、利用か。当駅より北での使用はできない。甲府方面に向かう場合、当駅が、 静岡県内最後の有人駅となる。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路、ホームはほぼ南東から北西に通っており、ホームの東側が一番線、西側が二番線である。ホームのある線路のほか電車留置用の側線三本と車庫も設置されている。保線車両留置用の側線一本が二番線の西側にある。駅舎は、 ホームの北東側に開設されている。駅舎は改装済みの木造で基本的に1階建てであるが駅事務室の一部分のみ2階建てとなっている。内部の旅客が立ち入ることのできる部分には自動券売機や友人の窓口などがあり、待合所の片隅では売店が営業を行っている。JR 東海の直営駅だが駅長は配置されていないため、当駅の管理は 管理駅の藤宮駅が担当している。静岡県統計年間と藤宮市の統計によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅周辺は藤宮市の中心市街地の西端にあたる。駅前広場の整備がなされており、バスやタクシーが発着する。また駅前からは商店街が伸びている。当駅から次の沼久保駅にかけては、 身ノ線の線路は方向を180度変えながら、勾配を登っていく。そのため、甲府方面の列車で言うと、当駅を出ると、最初は富士山は右の車窓に見えるが、線路がうるう、井川を渡ると間もなく、富士山は左の車窓に見える。沼久保駅との間で、富士の宮市街を抱くようにした富士山の姿を左側の窓からよく見ることができる。 ありがとうございます。